ピアノです。今あのピアノを弾いてた方はピアノを弾いてたカスはそんな失礼な、なんと名前が BB と言います。本名知りません。名前は BB と言います。この人ねピアノも弾くけどダンスも踊るよ。なんだっけフラメンコ、えフラメンココーラスもやるよね。この間コーラスで金賞だぞ、金賞すごい、まあ、コーラスだから一人じゃないんだけど金賞だというような、要するに力士のメールで弾きますので、ピアノも弾くし大したものが上り戸になってる。この中途半端な喋りやめてくれる。もう喋るの最後までずっと喋ってね、いいじゃん別に、お子さんもいないことだし。I'm gonna make it.
私今ギターを弾いてて腕がつってしまいましたビタミン不足これビタミン不足ってやつですかね。かけそんな年ではない。でも今の気ないよ。この間ベロがつったことありますけどね。ベロ何を何をえいろんなことしてて何をしてたの。話しろとしたじゃない。届かない届かない。さくらんぼで岩尾岩尾それね、高校生ぐらいこれよく練習したよね。うまくなるけど、ね、何何何何何サクランボでこうやって、あこれが挟まったんだ、ね、俺ももっと練習したけばよかったな。前歯にな前歯にな前歯にな曲の合間にメンバー紹介しておきますけど、こんにちは。まず入場券を買ってですね、飲み物を注文するとポストイットもらえますんで、あそこで交換です。商品名 3M だった。改めてなんか記念撮影してるし、すいませんすいません。改めて端からお名前、名前を紹介したいと思います。端からドラム、オンドラムス、白坂正彦、今日お疲れ。ギター、スーパークリです。ギュインギュインギター、ギュインギュインギター。オンベース、ベースも大きいですけど、カティさん。オンリードボーカル&ギター、アシア健太郎。事業部長、これはね今まあいいか、事業部長です。私ハープ、ボーカル、営業の佐久間です。オンピアノビビ、本名は関谷恵美子さんと申します。どこにも B が入ってないじゃないか。どういうことだ。ベルリネッタボクサーこのベースの人ね、名前がねカティっていうのね。綴りがね、綴り本名知んない。本名じゃん。カティ綴りがね CUTTY、 最初ねキューティーって読んじゃって、なめとんかこいつはと思って。カティだって。よかったカティでって。なんでカティって言うんだよ。これ話せば長いんですわ。今度にしておきましょう。それミクシーで書いて、書いてよ。前に行くね。カティサークルス。簡単な。一言じゃねえ。0.2 秒ぐらい。それでは楽しく過ごしていただきた今日のラストライブ。やめないで。フォークソングのコーナー。昭和の時代が良かったよね。そう、大体ね、我々ね、今この年はやっぱり最初に聞いたのはフォークソング。もうやっぱり子供の頃、まあ、初めて聞いたのはビートルズなんですけど、やっぱ中学校高校となるとやっぱりフォークソングを聞いていました。どっかでやったな、昔なんか。あなたはもう忘れたかしら。誰がこれをやるっていうか、ネタですか。ネタです。こういうフォークソングとありますね。きっとみんなが誰も知らないフォークソングです。金森康介、知らんでしょうっていう人がやってた曲です。では四畳ファンクの四畳ファンクだって。四畳ファンク、かっこいいな。余ったファンキーみたいな。四畳半フォークの世界を皆さんに必死ですからね。
武蔵野タンポポ団ですから。あ、そうだそうだ、行きましょう。はい、はい、太陽はどこにある。